冒険に出かけよう。太陽の下、初めての世界へ。赤ちゃんのお外で丸々デビュー編。お散歩ティップスもあるちゃよ。皆さんこんにちは、サンサンです。今日の授業は冒険の際の注意点、冒険の持ち物リスト、お散歩クエストを作ろうの順に行います。今回ピュアミルくんはリモートで参加するよ。ピュアミルくん、ピュアー、サンサン聞こえてるピュアか。うん、聞こえているよ。今日は他にも花王社員のママたちとリモートでつながってお送りします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくピュア。今日お話を伺うのはまずミキさんです。うちは、9ヶ月になったばっかりで、つかまり立ちと伝え歩きするようになったところです。歩き始めたら、いろんなとこに行きたいなって思ってます。よろしくお願いします。続いてはエミさんです。うちは5歳と2歳なので、お外遊びもたくさんしてます。で、2人を外に連れて行くのってすごい大変なんですけど、でもやっぱり初めての経験もたくさんあるので、すごい貴重な体験だなと思っています。そうですね、赤ちゃんにとって外の世界は初めて見るものや触れるものばかりですからね。皆さんのお子さんの初めて体験はどんなものがありましたか？うちはこの間初めて、大きい公園に行って、初めて芝生の上に乗っけてみました。初めはチクチクして結構泣いちゃったんですけど、結構興味があるみたいで、じーって地面を見てて可愛かったです。ちょっとびっくりしちゃったピアかな。エミさんのところはどうでしたか？はい、うちはこの下の子が初めて海に行った時のことがすごい印象に残ってます。この砂、足で感じる砂の動きとか、水がこうかかってくる感じとかが楽しかったみたいで、もう大興奮で一生懸命抑えるのが大変でした。うん、どちらも楽しそうだね。ではここで他のご家族の〇〇デビューも見てみよう。みんな楽しそう。赤ちゃんのお外での体験って初めてのことだらけで、まるで冒険だよね。僕、冒険は得意中の得意ピアよ。一緒に冒険するピアよ。じゃあここからはお外に出かけて冒険する時の注意点や持ち物を確認していくよ。最後にお散歩クエストを作るからね。お散歩クエスト、なんだか面白そうピア。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは冒険に出かける時の注意点。冒険を素晴らしい思い出にするためには注意が必要です。僕の光を浴びると元気になるけど、浴びすぎるのもダメなんだ。赤ちゃんの肌はとっても繊細だからね。それに子供は大人よりいっぱい紫外線を浴びているんだ。砂場や水遊び中も注意が必要なんだよ。そうなんですよね。お家に帰ってきたら思ったよりもすごい日焼けしてたことがあって、びっくりしたことあります。じゃあお出かけの時って何に気をつけてあげたらいいんですか？僕も知りたいピア。赤ちゃんの日光浴の際は紫外線の強い9時から15時頃を避けて、朝夕の涼しい時間帯にするのがおすすめだよ。そして日よけの帽子や薄手の長袖で直接日差しが当たらない工夫をしよう。お肌が出ているところは日焼け止めを塗ること、少量ずつムラなく丁寧に塗ってこまめに塗り直しもしようね。なるほど、お出かけの時間帯と日差しに注意すればいいんですね。うちは2歳の子はもちろんなんですけれども、5歳の長男もキャンプとか海とか日差しが強いところに行くときは必ず帽子と長袖は着させています。僕も気をつけるぴゃ。では次に冒険に出かける時の持ち物を見ていこう。
小さい時って持っていくものすごい多くて大変ですよね。うちもパパと一緒に分担しながらいつも用意してなんとか間に合わせてます。うちもすっごい忘れ物多くって、この間もマグを忘れちゃって慌てて通りに戻りました。そんなことにならないようにこんなリストを作ってみたよ。あ、これ分かりやすくていいですね。このリストは太陽の教室に置いてあるから画像をダウンロードしておくと便利だよ。それにしてもいっぱいあってママもパパも大変ぴよね。この中でも特に忘れちゃいけないのがおむつ。ここでスペシャルゲストをお呼びします。メリーズ星から来たメリーズウサちゃんです。はぁ、かわいいぴよ。たくさん汗をかいたりおしっこしたのにおむつを忘れて替えてあげられないと大変。メリーズウサちゃんたちも早く替えてあげてって言ってるぴよ。何枚か持って行ってこまめに替えてあげようね。はーい、わかりました。ぴゃー。最後にお散歩クエストを作るよ。わーい、待ってました。ん？ところでお散歩クエストって何ぴゃか？お散歩クエストは冒険のためのガイドブックなんだ。じゃーん、これがお散歩クエスト。はあ、なんか面白そうぴゃ。一つずつ見ていこう。まずは準備だ。おむつはつけたかな？おむつ、オッケー。日焼け止めは塗ったかな？日焼け止め、オッケー。帽子はかぶったかな？帽子、オッケー。天気はどうかな？オッケー、いい天気ぴゃ。よし、冒険の準備は万全だね。じゃあ次に冒険の目的を決めるよ。この見つける、触る、動くのマスを埋めるんだ。どんなのが楽しいピュアかな。うちは今度ブランコに一緒に乗ってみたいなと思ってます。うちの子は花とか虫とかすごい好きなんで見つけたり触ったりすごい楽しそうだなって思いました。こういうお題があるとお出かけするの楽しいですよね。そうだよね、なんかお出かけのモチベーションになるからいいかも。うんうん、うん、いいアイディアがいっぱい出たね。どれも楽しそう。僕もいっぱいチャレンジするぴゃよ。最後にママ、パパたちは冒険の様子を写真に残すことを忘れないでね。とびっきりの笑顔でゴール。みんな冒険の準備はできたかな？はい、できました。それじゃあ行くよ。せーの、出発！